五能六。リウマチや、通風の治療に用いられてきたが、毒性も強く下痢や、嘔吐などの副作用を伴う。また、種なしスイカなどの倍数体植物種の生産や、品種改良の作出にも用いられる。イヌサフランは、シチリア出身のローマ帝国の医者ペダニウス、ディオスコリデスの、デマテリアメディカにおいて通風に効くと記載されている。 その有効成分であるコルヒチンは1820年にフランスの科学者ピエール・ジョセフ・ペルティエとジョセフ・カベントによって初めて分離され、後にアルカロイドとしての構造が明らかにされた。微小管の主要タンパク質であるチューブリンに結合して重合を阻害し、微小管の形成を妨げる。細胞分裂を阻害する他に、好中球の活動を阻害し、 抗炎症作用をもたらす。通風における、頭痛抑制と抗炎症効果はこれによると考えられている。日本での厚生労働承認可の適用は、通風発作の寛解及び予防、家族性地中海熱である。通風発作の発言後、服用開始が早いほど効果的である。予防投与では、発作が予感される。 かなりの初期でないと効き目が少ないのが特徴であり、痛風発災害への鎮痛、消炎作用はほとんど認められない。長期にわたる服用は、副作用発現の可能性が高くなるので、医師に受診しながらの服用が重要である。副作用には、胃腸の不快感や高中級減少症等があり、投与量過多により骨髄抑制、貧血を起こすことがある。2016年。 高田製薬が家族性地中海熱に対し、高知申請し、承認された。他に適応外で、心膜炎、アミロイドーシス、胸皮症、ベーチェット病等に用いられる。中毒症状は、ヒ素中毒に類似する。服用後に5時間で、高校、咽頭灼熱感、発熱、嘔吐、下痢、肺部糖痛、腎不全などの症状が発現する。 呼吸不全により死亡することもある。下毒剤はない。致死量は、種子の場合、数グラムである。コルヒチンは、植物の細胞分裂時に染色体の媒化を誘発する作用がある。これを利用して種なしスイカあるいはその他の育種のための4媒体や、媒化半数体の作出にも用いられる。また、細胞分裂を阻害し、 細胞分裂中期で分裂を停止させる性質を利用して核型の診断にも用いる。イヌサフランのほかグロリオサの球根にも含まれており、誤食による死亡事故が起こっている。グロリオサにはコルヒチンのアセトアミドモトがホルムアミドモトに置き換わったグロリオシンも含まれている。ありがとうございます。